疲れ様です。一応今回はバドミントンマガジンの感想を言います。はい、で一応今回は、ね、こういう表紙ですね。はい、あのトノミグミさんが基本、まあ、全部表紙です。でその裏が日本ユニシスさんですね。その裏が、はい、背表紙の方が。で一応今月号に関してはあの、まあ、トノミグミが SJ リーグ、まあ、4連覇したということで、まあ、こういうふうに、まあ、このねあの今月号の表紙にもなってますし、バドミントンマガジンは正直あの、まあ、今月号の内容もトナミウインさんの特集がすごく多くて、今月なんかもとなんか、ね、あんまり印象に残ったコーナーっていうのがあんまなくて、トナミウインの特集しかなかったんじゃないかぐらいトナミウインの特集が結構多く、まあ、印象に残りました。まあ、実際のページ数自体はそんなに多くはないんですけども、ちょっとやっぱり目立つ感じには載ってました。はい、であの実際今どういう内容かっていうと、トナミユンさんがバドミントン部できたからの歴史とか、まあこれに関しては、まあ、最初は多分そんなに結果も出てなかったっていうか、作った当初は NTT がすごい強くて、増田啓太さんとかがその入部したぐらいから力をつけていってっていう感じです。で現在はもうメンバーの大半がねナショナルチームに入ってるから、むしろあのナショナルチームに入ってない場合ちょっとその練習にはちょっと苦労するっていうのはちょっとちらっと聞きました。はい、でトナミウイに関しては実はあの NTT とかと、まあ、違ってあのトナミウイ専用の体育館っていうのはないんですよ。だからあの地元の工業の体育館を優先的に使わせてもらってるっていう感じです。だからあのトナミウイの練習って結構簡単に見れるんですよ。あの平日とか、まあ、土日とかもやってるんですけども、あの、ね、ナショナル組が主将が帰ってきてるタイミングさえ狙えば、まあ、普通に、体育館に行けば、その公共の体育館だから、まあ、ギャラリーから普通にね入れますから、だからあのトナミウイの、まあ、練習をね見たいっていう方はもう正直あの普通に体育館行けば入れますから、ね、で逆にあの NTT とかそういうその練習する体育館専用の体育館を持ってるっていうチームなんかはちょっとねやっぱな体育館内にやっぱ行きづらいし、多分事前に多分許可なんかも取ってないとダメなんですよね。であとはまあ最初の方なんかこうやってその選手のまあ一人一人の集合写真からあとプロフィールとかも載ってますね。プロフィールでこんな感じです、こんな感じです。まあこれに関してはまあプロフィールなんかまあ今更だなっていう感じなんですけども、これね三平選手のドアップめちゃくちゃ可愛いっすよねっていう、もう前も多分言ったんですけど、あの僕ってあの大堀選手よりどっちかというと二平選手の方が正直言うとあの好きなんですよね。うん、あのこれはあのバドミントンのプレー的にどうこうっていうのもありますし、あのすごいそれそれるけど、あの女性的に見てもどっちかというとあの大堀選手より僕は二平さんの方が好きだなっていう感じです。はい、それとあと今月のバドミントンマガジンに載っていたのはあの指導論っていうので、あのコーチングとティーチングの違いっていう、あこれちょっとかけとこう、ここにもあのコーチングとティーチングの違いって見てて、要はあのティーチングとコーチングがごっちゃになってる人ってたまにやっぱいるんですよね。もしかしたらあの自分で気づいてないけど、あのコーチングとティーチングがごっちゃになってるかもしれないなっていうことがあるかもしれないんで、やっぱそういう人なんかはちょっとね見た方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、であとは西日本工業大学のなんかイメージトレーニングのバドミントン部の研究についてのまあお話もちょっと載っていて、准教授で監督をしている方の研究ですね。これに関しては僕はすごいいいなと思いました。なかなか上達しない選手って結構あのイメージがつかめてない選手多いんで、だからそういう選手ほど実はトップ選手のプレーとかをもうひたすら見ながらまあ練習をすると一気に伸びるという選手もいるんで、本当あのイメージトレーニングっていうのはすごい重要です。それあのこういうふうに結構最近は、まあ、大学のバドミントン部なんかではちゃんとした科学的なメソッドをねしっかりと用いた練習をしてるのが結構ね増えてるんで、やっぱりその昔からこうだからこうだとかじゃなくて、理論的にはこういうことをした方がいいねっていうことをちゃんとそのやっぱ指導する側もあの選手の方もしっかりとその理解した上で勉強するっていうことがすごい重要かなと思います。はい、やっぱり昔こうだからっていうのは意外と通用しなかったりするんですよね。やっぱバドミントンっていうのは基本的にあの道具の進歩でやっぱプレーっていうのは全然変わってきてるんで、
だそういうふうに考えてもやっぱり昔のプレーをずっと続けていてもダメだし、ただ普遍の法則って言って、要は昔から変わってない基本的なプレーをちゃんと反復して練習するっていうこともすごい重要だから、昔は昔でいいところをしっかり取り入れつつ、ちゃんと現代的な理論とかもしっかり取り入れながら練習するっていうことがすごい重要かなと思います。で、まあ基本的に今月のバドミントンマージに関しては、まあ砺波運輸さんの特集がすごい目立っていたんで、まあ地元なんでいいんですけども、なんかあんまり他の特集に目がいかなくなったなっていう感じです。はい。で、一応コーチングとそのティーチングの違いっていうことについては、まあ一応自分なりのまあ経験とか理論とかも加えた上で、近々また動画にしようかなっていうふうに考えてます。まあ次の次か次の次、次の次ぐらいに動画にできたらいいかなっていうふうに考えてます。で、一応次の動画は血管が出ない指導者の特徴についての動画を出すのでね、ぜひともチャンネル登録してお待ちください。では、失礼します。どうしたって